りだ。ハル、何か悪いことしたのかな。大丈夫だよ、ハルちゃん。君は僕が守ってみせるから。セナ、僕のハルちゃんをこんなに傷つけて。あいつさえ、アルトさえここにいれば。ねえみー、なんで俺は登校中にしか勉強する時間がないんだよ。俺の名前はアルト。日本一の金持ち学校ソプラノ高校に通う貧乏学生だ。アルトくん、ちょっとバイトしすぎだよ。こいつの名前はカナデ。財閥令嬢でソプラノ高校に通う俺の幼馴染。可愛いけど空手黒帯だから手は出さない方がいいぜ。ちゃんとしてればアルトくんはかっこいいのに。髪の毛もいつもボサボサだし、縦眼鏡で顔は見えないし。いや、カナデやめろってば。教科書読むのに集中できない。でも髪ぐらいちゃんと溶かそうよ。分かったから。それにカナデだって、俺がこの格好をしている秘密は。あ、アルト覚悟。なんだよ成田。え、成田くん、やっぱりアルトはすごいね。さすが白銀の悪魔って呼ばれてた元中学生ヤンキー。俺の秘密を大声でバラすんじゃねえ。でもこれがないと秘密もバレバレだよね。あ、さあアルト、ここまでおいで。この待ち上がれ。アルトくん、ナルトくん、学校に遅れちゃうよ。おいナリタ、どういうつもりだ。別に、僕は目的のためなら君だって利用するさ。成田、お前やめて。二人とも、ハルちゃん出てきちゃダメだって。ハルのせいでハルトを危険の目に巻き込めないよ。やっぱりこんなの間違ってるのよさ。おい、どういうことだ。ごめんねハルト。実はハルは俺に事情を話してくれた。私の名前はカナデ。サプラノ高校に通う高校生です。すごいな、このメイドさんたち。みんなコスプレイヤーさんなんだ。今日はコスプレサークルを運営する友達のハルちゃんの誘いを受けて、メイド服のコスプレイベントにやってきています。それにしてもハルちゃん、私に話したいことがあるって言ってたけど、なんだろう。いらっしゃいませ、ご主人様。え、ハルト君の声。ご主人様、綺麗に撮ってね。にゃーん。そこにはコスプレメイド姿に身を包み、ノリノリでカメラマンにポーズを取る幼馴染のアルト過去オス過去トシ君がいました。アルト君。え、カナデ。いやー、アルト君が新しい世界に目覚めた。違うんだ、待ってくれカナデ。いやー、さよなら私のアルト君。カナデ、ちょっと落ち着くなよさ。カナデに事情を説明してやってくれないか。ハルちゃんのツッコミにより暴走を止められた私は、アルト君がメイドコスプレをしている事情を聞かされたのです。ハルちゃんのコスプレサークルに嫌がらせをする人がいるの。女の子のレイヤーさんに触ってきたり抱きついたりする人がたくさんいて、みんな怖がってサークルをやめちゃったのよさ。それでハルのサークルには成田とハルしかいない状態なんだ。それでアルトに用心棒を頼んだんだ。でもどうしてアルト君が用心棒に。君かわいいね。おい、お前どこ触ってんだ。触ってないです、気のせいです、すみませんでした。あら、アルトだったらガンを飛ばしておかしな客を追っ払ってくれるからさ、時給2000円で用心棒をお願いしたんだけど。あの客、私のアルト君に何をしているの。カナデちゃん。まあ予想はできてたのよさ。アルちゃん、成田くん。はい。私も用心棒になります。私のアルト君を守らなきゃ。こうして私は執事のコスプレをしてアルト君と接客をすることになりました。ちょ、カナデ、なんだよその格好。え、カナデの執事姿すっげえかっこいいんだけど。アルト君のメイドさん姿もかわいいよ。アルト君、アルト君にたかるウジ虫どもは私が全部駆逐してあげるからね。ああ、奏から黒いオーラが見えるのよさ。
まあなんだかんだ言ってこれで今回のイベントは成功しそうだね。そういう成田もノリノリでメイドさんになってるのよさ。だってハルちゃんにメイドコスさせたらハルちゃんに嫌がらせする野郎が絶対にいるじゃない。僕のハルちゃんに触れるなんて許せないよ。それに元はといえば僕のせいでこんなことになってるんだしね。成田のこのことこのイベントに参加できたわね、成田。この声はロベリアシフィリティカのエリカさん。あら可愛いメイドさん、私たちどこかで会ったかしら。よかった、俺の正体には気がついてないみたいだ。ロベリアシフィリティカとはアルトたちが所属するソプラノ学園2年 S 組のトップカーストたちの呼び名プニ。成田、一体彼女と何が。言っただろ、君のコスプレサークルには参加しないって。あら、まだそのひよこちゃんに執着するつもりなのね。彼女がどうなってもいいのかしら。ハルちゃんは関係ない、これは僕と君の問題だろ。誰がひよこなのよさ、ピーピー。イケメンでクラスでもモテるあなたがどうしてあんなチンチクリンな子に執着するのかよくわからないわ。私のサークルに入れば女の子にチヤホヤされていい思いができるのに。君は僕のルックスを利用して自分のコスプレサークルの人気を上げたいだけだろう。そんなのこっちから願い下げだね。そう、まだ私に逆らうの。竹内、好きに暴れていいわよ。ひゅー、奏でたの執事姿とーとーなんでここに学級委員長の竹内もいるんだよ。ツッコミが追いつかねえ。奏でとー、しまった、奏で。ふふん、あは、やめて、くぬれた。竹内くんも、私のアルトくんを狙ってきたの。アルト、なんであんな陰キャが。アルトくんは、私が守る。竹内、すまない。あなた奏では誰にも止められないんだ。ちょ、なんで生徒会長が春のコスプレサークルにいて竹内を襲ってるのよ。ハルちゃんとカナデちゃんは1年の時からの友達だからね。ハルちゃんに何かしたら彼女が黙っていないよ。そんな。エリカくん、私のこと呼んだ。あのね、エリカさんがカナデちゃんに用事があるって。私は用事を思い出したからこれで失礼するわ。やったー、嫌がらせ犯の撃退に成功したよ。やったのよさ、ナリタ。え、何があったの。俺を雇わなくても奏を用心棒にすれば全て解決したんじゃないのか。春のサークルに嫌がらせを働いていたエリカの乱入はあったものの、俺たちは無事にイベントを終えることができた。はあ、奏にこの格好を見られた時にはどうなるかと思ったぜ。私こそ取り乱して逃げたりしてごめんね。にしてもこの服どうやって脱ぐんだ。私が脱がせてあげるよ。え、ちょ、奏でいいって。暴れないで、アルトくん。うわぁ、アルトくん、痛くない。奏アルちゃんの悲鳴。くそ、あいつらまだ懲りてなかったのか。いや、やめてー。アルちゃん、今行くから。アルの悲鳴が一段と大きくなる。俺たちは急いでハルのいる会場へと向かっていた。どうして、ハルちゃん。こいつらハルちゃんに悪いことしようとしたんだよ。お仕置きしていいじゃない。そこには笑顔の成田にボコられたであろう床に倒れる男たちと、そんな成田を必死で止めるハルがいた。本当に俺をコスプレメイドにしてまで標準棒として雇う必要あったのか。エリカさん、まだいたんだね。いや、来ないで。どうして。僕は君に何もしてないよ。でも、ハルちゃんに嫌がらせを働いたことについては激おこかな。ナリタ、もういいって。ダメだよ、ハルちゃん、お仕置きはしないとね。やめて、ナリタ。はい、お仕置きのデコピン。デコピンって、お仕置きにならないのよさ。ハルのツッコミを最後に、この騒動は幕を閉じた。その後、エリカはハルと成田に謝罪。今ではお互いのサークルで合同イベントを開くぐらい仲が良くなっているらしい。
うん、僕がそうしたいって言ったら、いいって叫びながらエリカさんが了承してくれたんだ。話のわかる人で本当に助かるよ。いや、多分成田が怖いだけだと思うのよさ。成田くん、はるちゃん、次はどうしたらいいかな。で、どうしてこうなるんだよ。ハルト君、メイド姿もいいけど執事の格好も似合うよ。そして俺は奏の屋敷に呼び出され、なぜか執事の格好をさせられている。だってハルト君ってば、私にハルちゃんたちのことを全然相談してくれなかったんだもん。だからお仕置き、うちに来たら毎回その格好でよろしくね。それは勘弁してくれ。どうしようかな、迷っちゃうな。奏の小悪魔めいた笑顔を見て、こいつにだけはかなわないと俺は心の底から思ったのだ。最後までご覧いただきありがとうございました。みんなはハルト君の執事姿とメイド姿どっちが好き？よかったらコメントでも教えてね。面白いと思ってくれた方は高評価ボタンも押してくれると嬉しいな。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくね。それじゃあまた会えるの楽しみにしてるよ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。